気のせい、あ、気のせいこれ全然いい、全然いいや、完璧やん、200円のやつで気のせい10のもう、うん、全然10、気のせい完全に10、うん、10ってもう1000って言いたいこれ、お散歩に超便利な、雑誌フラッグ、スマホショルダーを財布職人がレビューということで、どうもこんにちは、しのぶです、お父さんです、僕たちは普段革の財布を作る職人をやっております、僕たちの作った作品は概要欄のリンクから飛んで見ることができます、このように YouTube やっておりますのでですね、職業地位向上、賃金アップを目指しこのような活動をやっております、メイドジャパン世界ということで世界に活躍する日本ブランドを目指しております、いや1個でよ、もうやっぱり完全にもうダーってなってるもん僕の喋りですか、うん、滑舌割りでよく言われてますけど、はい、2倍速でも聞いてしまってましたっていう人いらっしゃいますね、誇ってください、才能です、いい耳してますね、うん、あ、んであとまたあの鴨ネギ翔太郎さんがスーパーサンクスくれてましたよ、はい、あ、そうなんですか、はい、ありがとうございます、僕らの動画あのサンクスってところある、あこクリックしたら、はい、あの投げ攻めができるんですよ、はい、クラフトマターさんもいらくれてらっしゃるし、いやポッパーさんもあのむっちゃ前やけどあの川西くんのやつでコメントくれてますね、 ありがとうございます皆様、であのスマホショルダーで、ね、財布職人言うて持ってるけど、そんなわけですね、今回は、1月28日発売のグローの付録ですか、お出かけスマホショルダーをレビューしていきます、こちらなんと1360円でございます、ディズニーの人気も高いゆえに面白そうな構造をしているためレビューしていこうと思いましたって俺喋ってるけど、はい、ディズニーのやつなこれ、あミッキーも100周年なんや、あちなみに僕はあのドナルドダックと誕生日一緒なんで、お俺より50歳年上やったから、ね、確かドナルドダックまんまあれやねんな、年上80 50結構70歳年上やったな、もう90近いやん、結構年上元気やな、ドナルドダック、じゃあいきますか、はい、雑誌の、説明まだ高いやってもらいます、雑誌の説明、キャッチコピーは45歳、輝きはいつだって自分の内側にあるというキャッチコピーです、宝島社が発行する40代女性ファッション誌グローです、表紙は今月号中谷美雪さんのように潤う暮らしでクリアに輝くがテーマの3月号です、お値段は1360円で発売日は毎月28日です。動画の構成。じゃあ今回ね、あのまだ3つのトピックをご用意させていただきました。1つ目、このスマホショルダーの特徴ね、これ1つ目解説させていただきます。2つ目に、全体的な印象を言ってございます。で、3つ目にあのもっと深掘りして、強度、機能性、素材、作り込み、構成ね、この3つのポイントを、まあ、現役の職人がね、どんな作りしてるのかっていうのを、細かく、レビューしていこうと思います。はい、10秒告知、10秒の枠を使っていかに魅力的に紹介させていただこうというね、はい、今回も作業にしっかり、はい、あ、今回ですね、あ、こちらでございます、今回ですね、あの我々 CG 工房があの川で作ったガンダムでございます、 SB ガンダムでございます、こちらには初めてツイッターで投稿して、あのなんていうんですか、あの初バズりみたいなのを経験いたしまして、はい、開けせー、めっちゃ前の話やそれ、ほこり積もってるわ、うん、型紙は、うん、なんかネットで落ちてたんでそれ拾ってやりました、うん、はい、うまい、うまい、これを宣伝してくれ、頼むから、じゃあ、うん、ね、あの今回このガンダムね作った経緯とかね、まだ詳しく、いや、もう話しこれ作ってるとこ多分ない、ね、でかい方のガンダム作ってる動画を新日本初めて投稿したから、携帯で撮ったやつを、うんうん、もし興味のある方は、うん、一番初めまで戻って一番初めの動画を見てください、うんうん、ガンダム作ってるところからアップしてるんで、このスマホショルダーの特徴、じゃあいきますよ、じゃあ一つ目のトピック、このスマホショルダーの特徴、こちらのスマホショルダーの特徴を紹介します。1、人気のディズニーデザイン、ウォルト・ディズニー・カンパニーが創立100周年を記念した復刻ミッキーの引き手チャーム付き、ディズニーは1923年10月16日アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに設立したそうです、今年は100周年なのでそれとグローはコラボしたそうです。2、ちょっとしたお出かけに、長さ調整が可能なストラップがついた2層式のスマホショルダーに、マチ付きのコインポケットと2つのカード入れを備え、お札を折らずに入れることができます。お財布代わりにも使えるため、お散歩などには最適のデザインです。3、スマホが迷子になりやすい40代に、深さのある1層目のポケットにはスマホを入れて留め具なしでワンタッチでスマホを取り出すことができます。外出時はかなり便利で、荷物が多くなりがちでスマホが迷子になりやすい方にすごく便利です。以上3つのポイントでした。スマホが迷子になりやすい40代っていう、なんかあの40代限定やけど、なんかこれデータある、うん、多分雑誌が40代ターゲットやから、うん、スマホが迷子になりやすい40代にって言ってんの、はい、あ、なるほど、いや50代も迷子になるんちゃんと思って、そういうことやな、この雑誌がそうやからそういうキャッチコピーで売ってるってことか、じゃあそのわけで紹介でございました、はい、全体的な印象、じゃあそのわけでですね、あの全体的な印象いきますか、はい、全体的な印象と言いますと、うん、表紙に中谷美紀さんがいらっしゃいましたね、うん、そしてあの中ページ進んでいきますと、あの女性が、ね、メインターゲットになってますね、40代は外側だけじゃなくて内側からルールを行こうとも大切ですよね、この全体的な印象はこのこっちやわ、さっきはない、いや義務教育経てたら分かるわそんなもん、こう勝った、ある勝った人勝った必要、お分かりいただけただろうか、勝った人勝った必要、
いや、めちゃめちゃ面白かった今。笑うとか通り越して、うわすごい、なんて発想なんだっていうところで、いや引っ張られましたね、今ね。出てきました。尻かける食べられません。だいたいこれ食べる人この字読めませんから。うん、そうそうそう、それ言う年がね。今見たら、うん、ドナルド・ダックの誕生日1934年6月9日やったんですよ。僕の50歳上でした。50歳上のおんどりでしたね。生地がタイヤっぽい。引きってめちゃめちゃ可愛い。 なんつうんやろ、タイヤっぽい生地っていうかな、発生するやろな、うん、一応マジついてんねやっていうのはちょっとびっくりしておられて、うん、俺あの開けて、うん、ここから出るんちゃうと思うんで、こうボロンってこれいいのかなりな、うんうん、取り出しやすい設計な。あの、だいたいもうさっき言ったけど、あのこういう雑誌付録、雑誌付録さ、あの素材チャッチーからさ、うん、ちなみになんですが、今からレビューするにあたってこのスマホショルダーがいくらで作られてるのかっていうのがわからないと、まあ、レビューしにくいですよね、うん、この前コメントいただいて、うん、判明したんですけど、うん、これ雑誌付録って景品表示法で、あの付録の価格の5分の1が上限って設定されてるんですよ。厳密に言うと、1000円未満の場合は上限200円、で1000円以上になってくると取引価格の 20% が上限、うん、となるとこの雑誌いくらですか。本体は1236×0.2、247円が上限、仕入れ値あるだから、ここが仕入れてる値段が、だから248円で以上やったらもう法律違反になるから、多分絶対そんなことしてないやろから、247円のスマホショルダーとしてレビューしていきます。面白いコメントについて何落としてたかは忘れた。なんだよ、もうええやんけ。もうほんま赤ロンゲコメント最近ちょっといろいろここのこの場で拾いにしようかなと思って、で最近面白かったのは赤ロンゲ。赤ロンゲ、厳密に言うと茶髪ロンゲやねんけどな。赤いパーカーを着たロンゲですから、だからそれ超略して赤ロンゲちゃいますか。ほんでレビューいくじゃん。全体的な印象はそんな感じか。細かく見ていきます。3つ目のトピックってことで、はい、今からですね、強度、機能性、素材、作り込み、構成ね、うん、これを今から詳しくね、見ていこうと思います。で、200何持ってた ?247円やな。じゃあ247円のスマホショルダーっていうことで、じゃあご評価していきますよ、うんうん、そこはちょっとフェアでいこうかなと思ってて、10万円のバッグと1万円のバッグって同じ強度、機能性、素材、作り込み、構成ね、うん、で、言ってもたら、うん、あのフェアじゃないんで、うん、247円のスマホショルダー、これをだからだいぶハードル低くなってるよな。ハードルで言うならもう土に埋まってるぐらいです。白間にまたいだからね。まあまず247円、嘘ついてんじゃん。なんか247円ちょっときつない。まあ今さらじゃあ行きますか、その辺は後で。じゃあそのわけですね、今からの職人目線で詳しく解説していこうと思うんですが、はい、まあ、こちらね、あの職人愛のカメラね、はい、いや用意しておりましたんで、はい、これで、まあ、物を買うときとかよしあし判断するのに、はい、職人ってこういうとこ見てんだっていうのを皆さん分かっていただくためにこちら用意しておりました、はい、これからね、雑誌録ですか、展示したときに、あの今後一切失敗しなくなるようなカメラになりますので、皆さん最後までね見ていただけるといいかなと思います。そうやんな。もはや無理や。だからあの買う前に僕らの動画参考にしていただけると参考になるから、まあ、これでも見たらいいよっていうのがあるんでね、うん、では行きます。まあ、コメント欄いっぱいありますけどね、うん、いっぱい読んでるんですけど、うん、うっかり間違っても訂正してくれるのもありがたいですね。あ、そうですね、はい、うん、おー、かわいい、もうそれやれやれって言うてんの、メーテルみたいな服着て。銀河鉄道やった。どこ行くんですか、銀河鉄道みたいな格好して。あ、もうやってやるから、まあまあ、一緒に行く、行く、今日の指ちょっと切っちゃったんですよね、僕は。ちゃんとケツの突っ込んでたんだろう。そんな見たことあんのっけ。幼稚園の先生とかそんな言ってるの聞いたことあるか。ああ指切れたやったら、あのケツの穴に指突っ込む。もうそうなりますんで、自然治癒力が高まりますね。そんな話あるんですか。あ、いいわ、どう考えてもないやろ。フィードさんの嘘はさておき本題。あ、なんかここにちっちゃいポケ、そう、そこが小銭入るらしい。ああ、そうなんや。で、ホックでちゃんと小銭も落ちなくなっていて、カードが入って、つうかそれよくない、めっちゃ、うん、メインのところにこう、まあこういうことやな。もういけるし、いや、違う、外もいけるわ。あ、ここもいけるし、前、あ、前もいけんのか、うん、まや、ここ形良くない、めっちゃこれいいな、うん、で、ミッキーマウスクラブ、はい、ミッキーにお金払ってるって考えたらもっと安いってことだよ。そうやな、だって商品やからな、うん、これが、うん、20% とか、あ、なんやったらロイヤリティ取ってたとしたらもっと200円切ってるで、多分200円ちょいのって考えたらさ、全然十分やろ。文句言ったからな、うん、塗ってるのに、もうもはやすでにほどけてるけど、これなんでここを塗ってるかっつったら、ここを塗ることによってこっち側に生地がいくやんか、うん、これ縫えへんかったらこうなってるやろ。こう締めるときにここ、こいつがバンって噛むねん。それを防ぐためにステッチで留めてるというちゃんと工夫されてるんですけど、もうほどけてると、うん、まあこうやって塗ってるにしてもちょっと噛みやすいよな、多分ここら辺とか。強度どうすか。評価しづらいけど、見せよう。こことかは、まあ、例えばユニクロとかやったらこういうところさ、ここを塗った後、ここ補強入れてるやん、いつも反応みたいなのがあって。でも、まあ、やっぱりそういうのは入ってない。200円やったら何日持てばいい、逆に。いや、もう正直200円でできてる時点でもう10円で、まあ、まあ、シーンと比べたら、あ、量、あ、ここ、あ、
で、ここまで開くんよ。途中で止まっとったけど、なんこあ街で引っかかったもんすでに。だから俺ここまで止まっとったね。シーンの最底辺のやつの商品ラインと一緒やな、はい、って考えたら、あそれよりクオリティ高い、クオリティ高いな。まあ用途として1回持って持ったらいいっていうぐらいの強度があればいいってことだろう。200円やからな。200円やから、まあ、もう全然8、9ぐらいあってもいいかな。いやもうほんま商品としてのクオリティはさすがにやっぱ低いけど、200円と考えたら9。うちその予算で作ってくれてたらここまでよう作られる。絶対無理。気のせい、あ気のせい、これ全然いい、全然いい、完璧やん。200円のやつで気のせい10やの、もう、うん、全然10、気のせい完全に10、うん、10とかもう1000って言いたいぐらい。で今ふうに思ったけどさ、安すぎるからさ、はい、雑誌付録だけ、雑誌付録としてレビューにした方がいいかもな。じゃあ次からそうじゃん。次以降はなんかちょっと変えよう、レビューの仕方。素材は別にその悪くないですよ、うん、まあ良くはないで。でも200円やから別に破けてきたりはしなさそうやな、生地的に。これは全然しっかりしてるやん、うん、爪で引っかいてるの。そんな良くはないやろうけどそんな悪くないな。でも俺9、9にするわ、うん、作り込みなんかこれも10円、構造的に作り込んでるよな、200円にしては。これだって200円だったらこれ挟むのも嫌やもん、ま、その中の街も嫌で、これプリントしてるわけやろ。10ですよ、うん、10。まあ縫製はすでにほどけてきてたから、そういうのはさすがに200円といえども製品としてどうなんていうのもあるから、っていうでも安いから、まあ 6ぐらいはあってもいいかな、まあ、こんだけ抜かた箇所あって、うん、パイピング悪くないでしょ、うん、まあ、とはいえ僕も恥ですわ。結果計測中というわけでポイント出ました。強度9、機能性10、素材9、作り込み10、縫製7の足して平均出しますと 9.0 ポイントでございました。これ次からちょっと指標変えます。9か10ばっかなるんで、すぎるんでハードル下がりすぎて、うん、良くなっちゃうんで、今度からは相対的に見た方がいいな。雑誌付録として革職人目線で買うかどうかやな。皆さんに分かっていただきたいのは、雑誌付録基本無理ゲーなんで、うん、俺の個人的な感性っていい、うんうん、俺雑誌付録にまともなもんないと思って、まあ、汚れていいとかさ、うん、じゃあ子供ちゃんに今砂場とか行ったりするのに、うん、まあ、持ってきやったらありと思うけど、うん、付録目的で買うものではないと思ってる俺は。まあ全然機能性もあるから、ディズニー好きな人で全然機能的にも問題ないから全然おすすめじゃない。スマホショルダー欲しいなと思ってる人には。自分が買う立場としたら、なんか色とかがなんか微妙な気が、主観やけど完全に。買うべきかどうか。買うべきかどうかやったら別に買うべきでしょ。うん、だって悪くないもん。迷ってんやったら買ったらぐらい。絶対これ買った方がいいとはまでは思わへんけど。ね、お試しにスマホショルダーを初めて使いたい人はこれでお試しにして、しばらくした後にちゃんとして使った方がいいと思う。雑誌付録の闇。今までさ、景品表示法とか知らんかったからさ、5分の1が上限って知らんかってレビューしてたわけやけどさ、うん、これの上限が247円で納品してないと248円やったら違法になるってわけやんか、うん、って考えた時に海外で作っても247ってきついんじゃねえって思うねんな俺、うん、ミッキーついてるし、その辺どうなんていう。実際のところちゃんとメーカーに見積もり出してもらって、その値段以下に収まってんのかなっていう。雑誌として利益を出せると思うねんか、別に247円以上であってもその広告費とか何やらで儲けれるから。けどこれ247円どう思う。なんかそこら辺なんかからくりありそうじゃない。僕の、あの妄想を喋るなら、これもう雑誌付録やから日本の法律だったら247円まで抑えないといけないと。もう一個注文するのにこっちに上乗せしてくれていいからっていう取引とかせんな。247円ってきついんじゃないかなって結構思うけどな。昔そうなったのね。一回なんかのノベルティ作ってって言われて、うん、思ってる工賃の10分の1ぐらいってことあるけど、今後の取引として分散してるパターンお前いたわけやろ。芸能人もなんかあるやん、うん、そういうのセットで出演みたいな。まあでも一応宝島社って大きい会社がちゃんとしてると思うけどな。スキーまでは分かりません、ね、分かりませんし、あの今喋ったのは あくまで妄想なんで、うん、足からず。そんだけあのこの値段でむずいよっていう話を言いたかっただけなんで、ね、10秒告知の続き。あこれね、あの初めて作ってね、ダンボールっぽいけどこれ買わせてマジで初めて、なんかツイッターアップしてた、結構リツイートされてんか、うん、バズるやろって思ってバズったから嬉しかった、うん、以上こっち行きましょう。これでは皆さんツイッターフォローしてください。さあ皆さん動画いかがでだったでございますでしょうか。もうあの気になる人はもう概要欄見ましょう。もうそれはでこれ、うん、あのまだ幕開けで、はい、本日から販売スタートしてるんで、よかったら概要リンク貼ってるんでよかったら見てください、はい、そしてチャンネル登録、また皆さんにチャンネル登録よろしくお願いしますということで、今新進工房では YouTube 見てる方とやり取りをしながら商品作りをしたいなと思ってて、まずそれに参加してもらうにはチャンネル登録してもらったらコミュニティっていうところで、あのアンケートとかあってコメントとかできて、そこでいろいろやり取りを重ねていって商品を作っていこうという企画を考えておりますので、ぜひあのまだあのチャンネル登録新進工房のされてないという方がいましたら、チャンネル登録していただいて、あのそのものづくりに参加していただけたらと思います。これあのコミュニティであの別にチャンネル登録しちゃうんで見れるんですけど、うん、あの毎回見れないんですよ。でそれあの登録してくれたら、うん、
自分で、じゃあ今回はこのバッグとこのバッグとこのバッグどれがいいですかみたいな、でそこからどんどん選んでいってもらうみたいな、最終的に完成みたいな、でそれを最初からずっと追いかけていってもらったら、ものづくりに加わるというのが面白いんじゃないかと思って、民主主義バッグみたいな。ちなみに第1回の投票はもうすでに始まっております。皆さん気軽に参加してください。そのわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。壊れるのまあまあそれは雑誌付録の差がロマンシングいやもう分からへんやろ、もう世代が違うやろあ、今ゲームそういうのあんかな、アプリで。アプリとかであるやろ、ロマサが。真ん中の正方形はホームページへのアクセスボタン、真ん中の丸はチャンネル登録ボタン、左は最新の動画、右はおすすめのコンテンツ動画です。最後までご視聴ありがとうございました。